Hello, this is Yumi. Yes, this is Yumi. はい、では皆さん、こんにちは。いつも見てくださってありがとうございます。Hello there, how's it going? 今日はですね、なんとなんと、デュオリンゴを学んでいるんですけど、ちょっとリーグから本当に落ちそうで、ちょっとレッスンを続けてみたいと思います。なので、どんな風になっているかっていうのをちょっとね、一緒に勉強しながら見ていきましょう。では、私今ダイヤモンドリーグというところで、30人で、ちょっと待ってね、30人で、その1週間ごとに新しいグループになり、そうです、やって1週間ね、ポイント、得点などをね、競っていくんだけれども、なんと今何位ですか？私ここ26位ですね。はい、あ、今こっちに映ってる、よかった。私ね、映らないかと思ったの。こっち映ってるね、ちゃんと、よかった。この画面でいきますか。じゃあ見える？もうちょっと見た方がいいね。じゃあ見えないかなと思って、そう、このぐらいがいいかも。じゃあ、can you see that? I hope you can see that. じゃあ、ちょっとやってみましょうか。いつもどうやってるかっていうと、まあ、普通、ここは英語の、指示の言語で勉強するところで、日本語が出てますよね。で、どこまで行ったかな？結構たくさんやってるんですけど、ざーっと見ていこうか。ここね、パソコンの画面とはまだ全然違うんです。だから、どうかな、皆さんに見ていただくのに。フランス語なんかは今、ユニット4ですかね。ちょっと待ってよ。時間がなくって、ここの ワーケーション、絶対間違えそうなところ、行ってみようかな。Tips、 まあちょっと、ヒント見てみましょうかな。これは、フランス語を勉強するところで、英語の指示で、勉強するところなんだけれども、ちょっと見てみましょうかね。よっこらしょ、よっこらしょ、あー、よっこらしょ。一枠だけね、今日はね、勉強してみたいなと思っております。ではでは、本気モードなのでちょっと頑張るよ。 We need some tea. tea ね。In English, we say a boy, but an apple for an hour. In French, you do a similar thing with S-E, se, e, and set ですね。set、 これね、あいうえおが母音が来たら、例えば、エッグとかのね、卵、エッグの前に、あ、一つのってつけるときに、アンエッグにしますよね。ここ、アンアップルとか。それと似たようにフランス語でもそれが起こっていて、スっていうのは this なんだけども、スっていうのに t をくっつけることにしましょうっていうルールがあるんですね。これは男の人っていうのはオームなんですけど、 h がついてるけど発音はオームだから、スじゃなくてスセットセットムセットムにしましょうっていうことなんですよ。セットン、セットムセテティ、セテテ、これ this summer っていうことですね。あと何に気をつけるレッスンかっていうと、まあ、ちょっとなんかこの下、ちょっと縦画面って慣れないですけど大丈夫ですか？What are you doing this weekend? To say that you are going to do something, use a form of a ala with an infinitive. これは that you are saying, going to do something. なんか何かするところであるとかそういう時には、go っていう、あらっていうのは go なんですけど、あれね、あれ、あれに、あれをつけてから、その後、不定詞の、動詞ね、不定詞の動詞を持ってくる。verb は、インフィニティブの形で持ってくる。という、je vais voyager。Je vais voyager. je vais Je vais voyager。voyager. Nous n'allons pas partir. nous n'allons pas partir。Nous n'allons pas partir. Nous n'allons, nous Nous n'allons pas partir. n'allons pas partir. っていう、we are not going to leave. Tu vas visiter Paris. Tu vas visiter Paris? Tu vas visiter Paris? You are going to visit Paris.
パリス。アベクトは。まあ、これいいですね。これはもう、アベクトは、まあ、あなたと一緒にということで、prepositions、まあ、いわゆる前置詞の後に、誰々と一緒に、with ね、with ね、or the っていうね、of とかいう意味のね、前置詞があるときに、pronouns は代名詞が、more っていうのは like、あ、me ね、me、you とかいう形が来る。more と toi が来るよっていうことね。この形を覚えといてよ。Tu voyages avec moi?To voyage avec moi っていうところで、Are you traveling with me? っていうことですね。Here's a few more changes to be aware、of ね。Il が lui になったり、これは le, u, u, il, il ね、il, il, il の複数形、彼ら、彼らをっていう u に変わると。こっちはそう、フォトドゥルイ、ドゥの時もこう変わるよっていうようなことですよね。大丈夫かな、今映ってるね、大丈夫ね。ということで、ils vont rester chez eux、 ils vont rester chez eux ね、 they are going to stay at their place っていうようなことで進めていくよ、いいかな。多分私も分かってなければ間違いますけどどうなんだろう、間違えないようにできるかな。 ils vont rester chez eux、 ils vont rester chez eux、 ils vont rester chez eux、 bon は、go の、they の形ね。で、あとは c'est un photo de lui、 du っていうのは of だからね、こういう時も、lui 使うよっていうことですね。じゃあスタートレッスンやってみましょう。maybe later、w はやめて、ちょっとその急がない方でやってみたいと思います。OK? では、出ましたね。見える？そうそうそう。ちょっと急ぐのに、モバイルにしたのは、すごく早く操作ができるので、ちょっとそれでこちらにしております。じゃあちょっと見てみましょう。OK, let's see. Complete the sentence.、maintenant, duo,、nager. で、OK.ナジェはスウェムですね。He's swimming のことね。Now he, Joe is swimming and after he is going to scuba dive. ね。Plonger. はい、次行きましょう。January。January は Janvier。Janvier と言います。En janvier, c'est、なんかなってますね。すいません。大丈夫よ。In France. In France. In でね。In with while とかいう意味があるけど。In France. 1月には set it. ここ何入るかな。これですね。Hiver. Hiver. Hiver. Hiver は冬、冬っていう単語なんですよ。じゃあ見てみようか。いいね。次行くよ。次行くよ。じゃあ次行くよ。次は、チュバフェ。チュバフェ？なんだっけこれ。チュバフェデュラポンチアベクアジャクエジェ。ちょっと待ってよ。斜めすぎて見えないのかもしれない。私ちょっと待ってよ。こっちに直すよ。これでいいかな。よしよしよし。OK。Tu vas faire de la planche avec Jack? Oui, j'aime bien voyager avec lui. Oui, c'est ton man pantalon. これ違うね。パンタロンはズボンですよ。だから違うってわかるね。Je vais faire un voyage. あ、はい。Je vais faire un voyage. Je vais faire un voyage.I am going to、take a trip. これですね。では次行きましょう。Tes parents? 何々？ Tes parents vont à la montagne?
Oui, il a 2 ans en janvier. Et nous, oui, nous allons faire du ski avec lui. はい、こちら。L'hiver prochain. L'hiver prochain. L'hiver prochain. prochain. Next winter ですね。Next winter だけでいいかな ?Next winter. OK, 行きましょう。Le mois de février. 次行きましょう。Le mois de février. あ、これ言うの?あ、言ってくださいですかね。それともタイプですかね。あ、書いてもいいんだ。Le mois de février. février っていうのは2月でしょ。February. The month of February でいいのかな。直訳、あ、なんか英語になってなかった。ごめん。The month、T、あ、TH。month。of February February 押せますね OK The winter これ出ましたね Hiver River Je vais voyager en février Je vais voyager en février Je vais Je vais I I am going to travel travel inFebruary. February. 出た? Good. Tu vas voyager en janvier. これなんだろう? 何ですかね、これ? Tu vas voyager en janvier. Are you going to travel in January? Yes. Good. 次行きますよ。Are you going to the mountains? And are you going to the mountains? Tu vas... Tu vas...聞こえる?中和。この音が聞こえないと面白くないよね、皆さんも。音聞こえるようにしようか。大きい音にするよ。聞こえるかな?中和。うん、なんだろう。あら、モンタニ?モンタニ。モンタニって言ってますね。はい、OK。Tu veux faire du ski? Tu veux faire du ski?Do you これ want to faire du ski でスキースキーだけでいいと思うんですね faire du ski ってフランス語で言うけどはい次je vais faire du ski je vais faire du ski demain demain っていうことはあ、 ありがとうございます。なんかお茶を美味しくいただきます。ごく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 。ジュベ。あ、これでどう ?OK, good job. You're going to take a trip. そうそうそう。なんだっけ ?We だからね。ヌーでいきますよ。ヌー。No. そうそうそう。ヌー。うん。ヌーズロン。アロン。あ、うるさい。ごめん。なんかすっごい私にはうるさいんだけど。Nous allons, ah, 大きくちゃった。Nous allons, along. Nous allons, we are going to, take a trip. だから、take a trip はね、多分ね、fair and voyage. 合ってる ?fair and voyage. もっとヒント見ましたね。voyage. Il va, aime. これ大丈夫かなドゥマって言ってるでしょドゥマ。これ合ってると思う。エメは、あの、ラブだからね。そうそう。エル、これね。エルヌ、ヌヴァパ。ヌヴァパ。エルヌヴァパフェアアンヴォヤージドゥマ。エルディテステ。ディテスト。ヴォヤージ。パーフェクト。出ましたね。はぁ、一つ終わった。なんでかっていうと、これ4、8、9日目っていうことで、すごくね、あの、頑張って今日はね頑張っておりますけれどもちょっと見ましょうか次コンティニューまあこれ11時間後に、ダブルのポイントの時間が15分もらえるよっていうことで Remind me later 後でねでこれは、50ジャムをかけるっていうことでこれは今、チャレンジはしないとでもう一回フランス語今ね2倍の時間になるのにあとどんだけかなあと2つうん、頑張ってみましょう。そしたら2倍の時間が来るんですよね。1週レッスンね。これ6回すると。
では行きますよ。次は何かな何かな。Vous allez en vacances? Cette année? Oui, cette ordinateur est très cher. こちらですね。Oui, nous allons chez vous en France. Cette fille. This girl. Vous allez voir Julia cette année?Oui, nous allons chez elle cet hiver. こちらですね。L'année prochaine. Next. Prochaine. Prochaine. Next ですから。The next. あ、書けない。Next year. もうこれで行くしかないですね。Nous allons à Los Angeles. Cette année. Cette été. oui, ce sont mes frères. Très bien.Je viens avec vous. こちらですね。Cet été, je vais partir. どこでしょう。Partir. Go on vacation. Vacances ですね。Vacation ね。Vous allez voyager l'année prochaine? Vous allez. Are you going to travel next year?Okay. Ce garçon は This garçon は boy だよ boy いいかな good はい次、これは femme はあの woman ですよこの場合は set こちらを選びますね、女性名詞の時のセットですよ。はい次、スウィーケンド。ああこれはね、this そのままでウィーケンドでいいんですよ。でもね、英語だとちょっと違うでしょ。ウィークエンドってほら真ん中にハイフンなしね。OK。次、セットホテル。セットメゾン。メゾンは女性名詞です。はい。セットセテテ十je vais partir en Angleterre avec vous. Avec vous ですね。はい。vous はあなた。you ね。丁寧な you ね。Are you going to live with us?、あなたは一緒に去るつもりですかってことね。でこれを、フランス語で言うと、vous allez partir avec nous? ということですね。で、なんだろう。これ何かな何かな見えるこれ。set. そう。set. vous allez partir set. こうね。はいはいはい。で、the summer だと、the summer. the は s で行くのかなこれ出ないんですよ、これ。多分ね、大丈夫だと思う。せててだと思う。せ、サマーでしょ。せ、て、て、これです。あ、間違えた。れて。見ました今の。えだったね。る、だだったね。ですだと思ってた。はい、すみません。Ils sont les passeports de deux? これはセットのドゥガソン。これでいいね。大丈夫です。次。This trip。そうね。trip はね、これ見れるんですよ。ス・ボヤージでいいはずですね。ボヤージ。ス・ボヤージ。OK。次。ラストかな。ダ・サマ。あ、これ間違えた問題ですね。レ・エ・セテ。レテ。レテです。OK、good。できました。はい。14。あ、やった。リーグ25位になりました。イエーイ。ちょっと、頑張ったよ。じゃあ次行くよ。そう。ね、今、ここ行ったでしょ。で、スタートクイズはいかないよ。次、クラウンでしょ。これ一周していくんです。で、ここ、もう一個。6分の5だから。今度6分の6に、もうワンレッスンやってなったら、15分の2倍の時間がもらえるんです。だからちょっと頑張ってみようかなと思っています。頑張れるかな今からちょっ
どのぐらい経ってるの時間、ちょっとわからないわ。こっちの方で確認しようか。何分あるとか、あ、20分来てるんだね、今。わかった。20分過ぎてるんだね。10分の間に頑張ろう。L'année prochaine, je vais visiter Paris. はいはいはい。L'année prochaine, je vais visiter Paris. 最初に、next year と言ってますから、もう next year って入れちゃいましょう。Next year, I am going to visit Paris. He is not going to stay here. Il ne veut pas rester ici. Ici. これでいいですね。Février est le deuxième mois de l'année. はい、février はもう February ですね。February is the second month of the year. これでいきましょう。Good. In February it's winter in France. はい。February. In February. En février. これ合ってるはずでしょ ?February. En février. そうそうそう。こうですね。はい。次。すっごい飛ばしてる。ils vont aller à la plage demain et...あ、そうね。Demain っていうのは tomorrow。tomorrow、あ、違う。ここ tomorrow でカンマになってる。they like going to the beach tomorrow. ここの近くの near here the beach near here ですかね。はい。Are you going to spend some time at your place? Du temps chez toi. Ok, good. Je vais faire de la plongée avec vous. Eh, なんだって? Je vais faire de la plongée avec vous. Plongée. Avec vous. Avec vous. そうね。これ見てもらいましょう。Going to. I'm going to faire scuba diving. そうね。I'm going to scuba diving with you. Okay. あ、違う。Go が抜けた。Fair の Go が抜けた。Who is this for? C'est pour qui? Tu vas passer du temps chez toi? Are you going to spend だかな?At your place ね。Place。まあこれ補助的に、ね。Vous allez partir avec nous? あ、面白いね。Vous allez partir avec vous? Vous allez そう。Vous allez? Are you going to leave?
leave partir avec avec nous avec nous with us これあったね前ね Are you going to leave with us? OK Vous allez voyager l'année prochaine? Vous allez Are you Are you going to going to travel next year? ねこれやってますよねほら Je vais faire de la plongée avec vous これ間違えたとこねさっきもう一回絶対ね間違えると出てくるんですよ後でね、I'm going to go が抜けたのさっき go もうなんかねいいのかなと思ってたんですよねそうそうそうこれで OK っていう風に今ワンレッスン終わったんですよこれで何が起こるか見ててくださいよ次じゃんはいこれねまあそうねコンティニュー2倍ってこれでこれがあの大事なんですよね。2倍のポイントを今ねもらえる時間に変わりましたのでここですごく早く行ける方法があるんですけどこれねすごいデュオリンゴやってて順位上げたい人ぜひこれ20ポイント出てましたよね。これ日本語の英語で解いていく。あいいですよ寿司。寿司。こういう風にね。これ日本語を勉強する人が英語の指示で覚えていくんだけれどももちこれはあの私本当にもちあ間違えた寿司喋りながらやってると間違えますねお茶そう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 すごくスピードがないないと進めない次のリーグにね次のリーグに行ってお茶いろんな人とこういろいろお茶お茶そうそう水水肉お茶いいしそうねお互いにこう抜かれつつ抜きつつみたいなそのそして次また明日頑張ろうってそあれなんか私違うとこ行ったあ OK48 ポイント入ったね今24位に上がったよってことですねもうここだったのさっき26位だったのすごい嬉しい あと3分で切れてしまうじゃないですかじゃあ次進もうとりあえずすぐ進むからね待っててねあ、ありがとう。なんか試してみたいよっていう人がいて、いろんな言語ね入ってるんです。私もね、もうやらないかなと思う言語もどんどん入ってるんだけど、あの重たくなるかもしれないけど、寿司と面白いよ。白いご飯。そう、ドイツ語はちょっと今挫折中ですけど、本当に箸ご飯と箸いいよ。水と寿司。水と寿司。まあ不自然な表現ももういっぱいあるよ。だからもうこれに。お茶とご飯そうそうお茶とご飯ねお茶 tea and rice 不自然でもあのねまず自分に入れて自分にいろんなあのシャワーを浴びさせるということがまず必要ですねこれは本当にねゲーム性あるよあると思うんですけどそこがまたいいと高いお茶ねそのメリハリつけてねやればいいわけ高いそばこれもすごい高速でいくよとそうそうそうおいしいあ間違えた水水水だよ白い白いわイエーイに寿司ご飯ねそうそうそうっていう風に50ポイント入ったでしょ次順番に行くんですもうこれね6周してあるからもう青い間違えても大丈夫5、6はいこれね数字の問題5、4でこれ参考になりますよね。五四四五三四五合ってるね。二一二一すごーい。次五五四一二一二ね。一二よく間違えるんですこれ本当に2本当によく間違えます。六何見てるのかって思う。二五六本当に間違えるんです。これ二三とかすごく間違える。今日間違えなかったよ。はいじゃあ20ポイントのところ倍の時間だから50ポイントもらえると思います頑張りましょう It's cheap 餅安い餅ですって入れるね小さい町です It's a small town 小さいですで、はい、駅と店駅と店、A station and a store 安い安いそう店です町と駅ですはい It's a 町 town and a station
はい、安いです。町と店です。はい、町と店です。合ってる？あ、あが抜けた。あ、ストアにしようね。It's small。あ、もう時間だよ。じゃあもう一回